はい、こんにちは、グリりです、えー。今日はですね、ちょっと個人的に繰り返しになりますが、スカイハイウォッチャースカイハイさんのウォッチャーなので、スカイハイさんとチャンミナさんがガールズグループオーディションをされるということで、ちょっと注目しているので、ちょっと始まる前に、今考えていることをメモしておきたいなと思って、軽く記事を書いてみました。まあ、詳細は、日経クロストレンドさんにスカイハイさんのガールズオーディション はより理想に歩むための一歩っていう、まあ、コラムが掲載されてですね、これは1月にイケエンターテインメントに掲載されたものがオンライン上で公開されていて、イケクロストレンドの記事なんですけど、会員じゃなくても読めるやつなので、興味がある方はぜひ読んでいただければと思いますけれども、まあ、個人的にそのスカイハイさんに注目するようになったのが、スカイハイさんがザ・ファーストをまを始めたというのを ま知り合いにし教えてもらって見て衝撃を受けたからなんですけど、まあ、ガールズオーディションどうやるのかなと思ったらそのプロデューサーはちゃんみなさんにやってもらうということで,で僕その時ちゃんみなさんについて全然知らなかったんでまあ、不運ぐらいの感じだったんですけど、まあ、2人のね対談動画とか公開されてるんですけどまあ、面白いっすね、まあ、面白いっていうかその スカイハイさんがそのチャンミナさんを選ぶ理由はすごいよくわかる事前動画になってますね。その、まあ、告知サイトにも書いてあるんですけど、ま、チャンミナさん自身もそのノって言われ続けた人生だったので、ノーって言われてしまっている人に、まあ、実はそういうチャンスあるよっていうのをやりたいって。だからノーノーガールズっていう、その、まあ、ノーを言われている女性、 またさらに否定して大丈夫だよっていうことなのかなって勝手に思ってますけどすごいだからオーディションの始まり的なこの位置づけがザ・ファーストにすごい似てる気がするんですよねザ・ファーストもスカイ−イさん自身がいわゆるそのラッパーなんだけどあアイドルグループに所属してることもあってこうどこにも 分類されないみたいな活動をやってることによってちょっと浮いている感じを持っていたのが、まあ、そういう人であってもあのデビューできるようなグループを作りたいっていって b ーファーストが生まれてますんで、まあ、それの本当女性版ですよね。でスカイハイさんがもうこれちゃんみさんと一緒にやるべきだと思ったきっかけになったのはそのエリア・オブ・ダイヤモンドという横浜アリーナでのライブ。うん でもうう次のステージにいいるなと感じたっていう話でちょっと一部動画を見てみたんですけど、まあ、すごいっすね。ちょっと本当全然僕、存じ上げなかったんで恥ずかしいんですけど、まあ、美人ってこう曲のタイトルですよね。この曲の最中にステージ上でメイクを彫るパフォーマンスが込みのシーンがあって、まあ、これがまさにその、 まあ、いわゆるこう、女性の美しさっていうものに対する、まあ、アンチテーゼというか、問題的というと、めちゃめちゃメッセージ性の強いパフォーマンスだと思うんですけど、まあ、なるほどなっていう。まあ、彼女がやるんだったら、多分通常のガールズグループとはまた全然違う感じになるんじゃないかなっていうのは、僕みたいな素人でも思いますから、まあ、スカイハイさんが。 じゃあ皆さんとやりたいと思ったっていうのはすごいよくわかる動画だと思います。動画というかパライブだと思いますね。めちゃめちゃパワフルです。これが、まあ、この結果どういうグループが出てくるのか多分その応募した人たち次第で、まあもう応募は締め切られてるんで、どういうオーディションになってどういうグループが出てくるのか楽しみなんですけど、もう一つ個人的に注目しているのが、 今回のガールズグループオーディションは日本テレビさんと共同で夏に放映されることが決まってるみたいですね。まあ夏のシーズンっていうと何月からなるんだろうなぁ。4、5、6が春だと7、8、9ですかね。だから今やっているプロセスを映像にして7月ぐらいから並行して流し出すんですかね。 もともとその b ファーストが生まれたザ・ファーストが日テレと共同で、まあ、本当に大きな話題になって b ファーストがもう1曲目からスタートダッシュに成功するみたいな歴史がありましたし、まあ、日本テレビさんは二重を生み出した歴史もあるので、まあ、多分そういうタれスけになるんだろうなと思うんですけど、一方でちょっとそのテレビとオーディションっていうのの組み合わせが増えすぎちゃって、 目立たなくなってる感じもあるんで、そこを逆にマーゼルの時には、BMSG としてはもうテレビと組まずに YouTube だけでやるっていう選択を使いなされてるんで、まあ、それを経た今回のガールズグループオーディションをどういう立て付けで、どっち側のメディアをどういう位置づけでやるのかちょっと b e f ァー s t と全く同じ感じになるのか、ちょっと変えてくるのかは逆に個人的には注目したいなと思ってる感じですね。はい。 僕は、あの、ガールズグループは今は XG 推しなんですけど、ちょっとノードのガールズもどんな工夫になるのか、ちょっと楽しみにお待ちしたいなと思っております。はい。ということで、こちらのチャンネルでは、えー、日本のエンタメの海外展開を密かに応援したいなと思っていますので、他にもこんな話してますよって方がおられましたら、ぜひコメントや DM で教えていただけると幸いです。今日はありがとうございます。